始まりましたハッシュタグのブレイクオールデーすイエーイヨーヨーヨー,いーはいはい、この番組は、ハッシュタグの神田製福知良、安本清隆がお送りする、上も下も右も左もない、そんなバラエティラジオ番組となっておりますイエースニにーは皆さんよろしくお願いしますはいはいさあ、11月ですよ入りましたね入りましたねいよいよ、いよ,いよ人恋心し心の季節が <laughs> まさにね本格化してますんぐりしん何なのか分からない人もいると思うんですけど1年前から僕が言っております寒くなった頃にあの人恋しくなるのはなぜかということがあると思うんですけどそれはきっと腎臓から分泌されているホルモンが原因なんじゃないかと。まだ誰も 発見はしてはいないですけれども、うん、多分、うん、人恋心グリシンというのがあるんだろうと、はい、思ってるわけですよ僕はその説を声を大にして言ってるんですけどね、うん、はいまあね、まあ、それがね、うん、出てる季節ですよそうですね、うん、それはなんで腎臓なんですかね腎臓なんか臓器の中でめちゃめちゃある感じしないうん、うん 確かかに腎臓は大事な感じがする臓器の中で一番ホルモン出しそう出しそうな顔してる脳って言ってしまったら簡単だけど脳みそって言ってしまったら簡単だけど第2の第3のみたいなそうだねそういうイメージよねそういうイメージねじゃあ早速ですが自己紹介していきますか恒例のはいじゃあレッレッツダンス Hello, everyone! <laughs>、uh, my name is Ryo Fukuchi.I'm、uh, Freaky Man in FM 那覇。Yo, yo!Yo, <laughs>、はい、ね、あの今日、ギャラリーの方に先ほどまで、ねはい、観光客の方がいたんで、グローバルな路線で行ったという感じなんですかうい,うです、ね、いい感じ。あでも、意味分かったでしょ。意味分かったよ。うんうん かっこいい感じになってた <laughs> テンションはナイスな感じでした, <laughs> たで、うん、はい、はい、じゃあわ、えー、私はパーカーを着ていますオリジナルの神田聖ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますオリジナルのっていうのはどういうことですかオリジナルのこれね、うん、あの今日絶対言いたいなと思ってあえて着てきたんですけど、はい、あの僕今グレーの パーカーカを着てるんですねどこにでもあるごくごく普通の、はい、これ高校の時に買ってもう10年ぐらい着てるんですよ、うん、もう生地もいい感じのくたくた具合なんですねうん、うん、で古着って感じなんですね、はい、でもう何ていうんですかねまあ染とかがいろいろついてるわけですよ、うん、部屋からした時とかにあのパッとつけたりするんで。 もう本当に高校時代から青春を共にしてきたパーカーですよね歴史のシミが、まあ、結構目立つようになってきたんですうん、うん、で「き恋しんぐりしん」の季節なんでパッと出した時にはい、シミ目立つなと思って、うん、でもこのくたっと具合が僕好きなんですうん、うん、で、まあ、着たいんだけど汚れてると、うん、どうしようかなって思った時に「はい#あの」ハッシュタグの「はいあの 過去の公演で作ったオリジナルのステンシルがあるじゃないですか型を置いて、うん、スプレーでシュッとやるとその文字とか絵とかが浮かび上がるみたいなステンシルステンシルって言うんですけど、うん、まあこれをあのいそいそと「はい#」ハッシュタグの,あのトラン小道具のトランクから持ち出しまして、うん、スプレーでシュッとやって画像は YouTube で。 お聞きの皆さんしか見れないんですけど左腕にね「#」ハッシュタグっていう感じでいい感じで作ったんですよいい感じじゃないでこれいいでしょこれ結構いいよね思ったより出来が良かったんでしかもそう出来がいい文字の間の感覚とか結構しっかりしてるそうだよねまあこれパソコンで普通に売ってそれを厚紙に貼ってうん でその真ん中を、まあ、ポツポツポツとくりぬいたわけですよあそっかそうだったねそうですよ、うん、もう割とあの作りはシンプルなんだけど、うん、まあそこにはあの技が必要だよねそうだね <laughs>、うん、何の感じ <laughs> 分からんけど <laughs> <laughs>、はい、まあいいね、うん、そういう遊びしたいな俺もなんかいいでしょなんか、ね、いい時間いい時間じゃないいい時間まさにうん いい時間だったよ太陽が12時に真上に来るさもうちょっとねあの夕焼けに傾いてる感じなんだよね、うん、その太、えー、日中正午と日の入りのちょうど間ぐらいの太陽の位置だったわけ。うんはいで 俺、ベランダでこれ作業したんだけど、ちょっと風は肌寒くて、太陽の感じはなんか優しくて、風はそよそよ吹いてて、なんかね、いいなと思ったこれ一番贅沢してるんじゃないかなって今日ハッとしてよ。ちょっと午前中にやったんだじゃあ。いやいや、違うわ。午後午後、お前何聞いてた正午から日の入りまでの間って言っるし。日の入りか。日の出じゃないよ。午後ですよ。昼下がり。 グリシンも人恋心グリシンもトドに出てたね出てたんじゃない出てたよ <laughs> まあそんなそんなパーカーを着てる神田生と福知涼でお送りしますけど <はい S 1> さあお気づきの方もいるかと思いますがそうですね清高がねあのお休みとなっているんですけれどもえ3月に企画している「四角の箱」という公演のえーオーディションの真っ最中ということでえ演出 清はそこで今ねオーディションしてると品定めをしてる品定めをしてるところですよ <laughs>、はい、いやー、はい、そうだね四角の箱は去年おととし23年前そうだねに初演があった舞台でそうだよねでわが町でやってすごいあいつのなんか独特なシステムで、うん、<laughs> 演劇で多分あんまや,やられてないようなそうだよねあの 価格をを決めないいってててうやり方しで作品自体もすごい重たくて深い作品をやってて結構評判がよくてね認知症っていう社会的なテーマをね実際に起きた事件をもとに脚色加えてやったっていうものでねあれ僕ねあれを見ての春子さんにオセロの公演に呼んでもらってそれがきっかけなんですよ。 沖縄で見た時に劇場でそうそうそうキャスティングされたってことですそうそう劇場でその場であのキャスティングされましたすげえまあね僕にとっても思い入れの深い作品でもあるんですけどもまあそのねオーディションの最中ということで今日はこの「福地霊を神田せでお届けしたいと思います」まますすはいさあ1週間どうですか俺あの ラジオを去年も聞いてくれてた人は分かると思うんですけど去年ですか、結構前ですね1年ぐらいになるじゃないですかラジオ始めて去年の12月の24日に、はいあのー、認知症のおじいさんを迷いじいさんを <laughs> 迷,い迷いじいさん、ね、迷いじいじさんを助けた話をしたと思うんですけど <laughs> はい、はい、あのコンビニとかに探してますって貼られる感じの人ね。はいそそそうそうそう でまあその人をあの車乗っけてでお家まで奇跡的にお家まで届あの送り届けたっていう話をしたと思うんですけどはい俗に言うクリスマスの奇跡ですよねはいはいはいあの先日はいもうあのえっとねハロウィンのはい前の日二十九日ですよはいそれこそあのハロウィンイブって言っていいですかハロウィンのイブはいはいハロウィンのイブにはい。 あのー、用事から帰って家の近くまで来て、うん、車ですぐ近く通ってる時にはい、はい、人が倒れてたんですよ道路に家の近くの道路にで一人おじさんが「あのまあ、連れなんでしょうね手振って俺に止まれ止まれ」っつってやってるから止、はいはい、まってハザードつけて降りて駆け,駆け寄って。うん 行ったらもう倒れてて、はい、意識ない状態でおおはいはいはいで頭から血流してるんですよええー、はいそれででやばいと思って、うん、俺速攻あの救急車に電話して、うん、でこのおじさんも横で横でもう何分あのこの寝てる人と立ってる人の構図が何分あったのかはからないけど <laughs> <laughs> 救急車呼んでないんですよこのおじさんが。 連れのおじさんがね連れのおじさんが第一発見者がね第一発見者がと思ってる人その時点では俺ははいで呼んであげてでいろいろ救急車のこの電話の人に何て言うんですか電話の人オペレーターにオペレーターに応急処置の仕方とかを聞いてで車からマフラー持ってきてそれ頭に当てて血をまず止血するええもうそんなドロドロ出てたのドロドロで出てたマジで えーらでこの連れのおじさんは、はい、多分酔っ払ってるんですよその時おお第一発見者はね第一発見者ははい、はい、あの起こそうとして「あっ貴司貴たかしなんだ <laughs> たかしなんだおいたかしーとか言って「<laughs> うんうん、たかしー、なんでこうなったか」とか言って、うん、あの起こそうとするんですよ、うん、けど酔っ払ってるからしょっちゅう落とすだ <laughs> からこの血が出てる後頭部を23回くらい <laughs> 地面に。 叩きつけもうとどめを何回も刺し何回も刺すからその人に怒って俺呼んでるからちょっと動かすなと動かすなと怒ってでなだめてで待ってる時に1分ぐらいもういや5分ぐらいずっと意識ない状態だったんですけどしさんが隆が隆がもう呼び捨てでいいとかしが全然意識戻らないからやばいなと思ってたらえ パッて意識が戻ってお誰のたかしの。うん、<う>戻ってでうわっつって「いくらか?」とか言ってるわけも,もうこいつもしも <laughs> も,も酔っ払ってるから「うん、もういくらか?」とか言って「お前信用できん」みたいなの、うん、意味わからんもう誰に言ってるのかもわからん,うん、うん、俺に言ってるのか連れの人に言ってるのかもわからんぐらいな状態で「し、うん、お前のことこんなに好きなのに」とか言って。 そ貴司は「うんお前お金信用できん」みたいな「お前は信用できん嫁さん呼べ」みたいなことを言ってる言ってたらそちょうど1分ぐらいそのやり取り,やり,取りがあった時に救急車来てでそのままあの2人は救急車に乗って行ったんですけどお<ー>、はい、っていう話ですば 寮が呼ばなければその高司と第一発見者の構図はもう少し長く続いてたはずなんで、うんね、止血もされてないし。されてないってことはもうこれは救ったということになりますよね。救ったと思いますね,ね応急処置までして、はい、もう適切な行動を取ったと。なるほどね。じゃあこれはあれじゃないですかハロウィンの奇跡なんじゃないですか。ですよね。 俺なんでこんなにこういう場面にあるのなやばいなしかも家の前だしなそう、うん、すごいなんかなんだろうなっていうかその人は酔っ払ってるから、うん、こうなんか行動が遅いのか、うん、な,なんでこんなに慌ててるんだろうっていうところで俺めっちゃ想像してな何をあの慌て方が、うん、ただの なんか酔っ払いじゃないっていうかなんでこうなったかっていうセリフが出てくるってんだろうと思ってなるほどねなるほどね何があったわえで,でもあの会話から推測するに、うん、金銭は絡んでるさ絡んでるさ絡んでて <laughs>、まあ、めちゃめちゃ仲良くて、うん、あの嫁さんも知ってると家族ぐるみの付き合いだとその中で、まあ、金銭っていうやり取りがあって、うん、返せ いっ,ったのがきっと殴られた方ですよ、うん、ね、まあもう殴られたと思うじゃないですか殴られた方ですよ多分、うん、でバコンと行かれて、うん、多分感情的になったんでしょうね角材でボンみたいなあ確かに角材なのかななんかとっくみ合いになって、うん、倒れたはじみで 頭がたみいな感じだと思ったんですよなるほどねまあそな説もあるよね寄ってるから受け身は取れないよね取れない武器みたいなものもなかったしなかったしなるほどね赤ちょうちんのお店がすぐ近くにあるんでそこのお店の人も来ないっていうことはお店を出た後に起こったことなのかそれともお店の人もね。そうお店の人も もうこの二人の関係を分かってるからこそ、うん、出てきてないのかもわからんし。ああ、けど想像はめっちゃ膨らんで<や>。<laughs> これあれだね。<laughs> 役者のあれじゃない？職業病に近いんじゃない？その。かな。勝手な勝手な想像。勝手な想像と妄想。特徴とかうん、うん、そのその人のなんて言うんだろうな振る舞いとか、うん、そういうのを見て関係性どうかなとか。 見ちゃうのは <laughs> 多分職業病な気もするけどそうかな,、うん、なんか無意識にそういうところに目がい行ってるのかな見<ー>ちゃうのもあるのかなって思うけどねいいねはいはいいやでも本当になんかすごいなって思いましたよはいいろいろコメントもしてるみたいなんでねありがとうございますまたあの2人で読みながら進めていったりもしたいですけれどもはいしな品定めって言ってしまったねそういえば。 オーディションのことをしなさためってありがとうございます突っ込んでくれて。まサミさんねいやあれですよ僕はねはいま奇跡までは行かないんですけどまああの面白いあの一週間だったなと思いますねまあこれ何の CM かは言えないんですけどまだね CM の撮影にいきましてあのいろんな人たちと 共演したりして、<ー>あのね、まあ白セットなんです。うん、白セットで、うん、まあカメラの位置、まあ照明とかいろいろ変えるのが大変なんで、はい、そのもうセットと座り位置を変えて、あの後ろ背中のショット、バックショット撮ったり、<ー>正面のアップ撮ったりみたいなのがあって、うん、それをもう一日中ずっとやるわけですよ。うん、もうなんか何かなんだかよくわからなくなってきて後半。うん、まあちょっとね。 あのバックショットで表情が全く映らない時に前の人が真剣に言うセリフの時にめっちゃ変顔して笑わせるみたいな <laughs> <laughs> その時点で撮影めっちゃ押してるんですけど <laughs> まあねそんなこともいたずらもしながらねいいですね <あの S 2> 押してる分いたずらしないとそうだねなんかねそんな感じでんていうんですかねまあいい意味での,の悪ふざけっていうかう <ん S 1> やったりしながら。 ななんか楽しむことできたなーっていう一週間でしたねいいっすねそういうなんかことがちょっとできるような中っていうか,、うん、かそういう現場だったらめっちゃいいっすね、うん、えっとね実は多分そうでもなかったかもしれないくてその笑わせるっていうののほ、うん、かに僕のめっちゃアップのとアップというかまあ僕がメインで映るの、はい、あの何秒間のセリフの時にあの ふざけて、はい、あの首をめっちゃ横に振って「うん、あー」って言いながら喋ったんですよ。うん <laughs> まあ、当然、NG、ですよね <laughs> で、まあ、テストの時にそれやって、うんまあ、現場あの笑い取ったんですけど笑ってくれたんですけど、はい、で本番ってなった時にまたまさかこいつまだやるとは思ってなくて多分誰も。でもう一回やったんですよ。何もよれなかったから <laughs> こうもう一回やろうと思ってもう一回やったら。あの はいカット、うんうんうん、もう一回そのままって言われたわけ、うん、監督にね、はい、<laughs> そして「はい」っつってちょっとあの現場の整理に入る人が、はい、あの一緒に前映画短編映画撮ってくれたスタッフの人でいやーすごい度胸だってちっちゃい声で僕に言ってて <laughs> <laughs> ちっちゃい声で言わないでくださいよどうせなら大きい声で言ってよみたいなことがあったんですけどうん、うん、多分現場的には あいつ押してるのにまだやるかみたいなのはあったあいつやばいやつだなあいつやばいやつだなみたいなのはあったはずでも結果最後ね全部クランクアップした後に監督と話した時にめっちゃ面白かったよって言ってくれたんでよかったなと思ってよかったですねそれはよかったですいいねはい俺も撮影があってそうだよねそうそう同じ時期にあったよね同じ時期にちょうどあってあの 12月の中旬にイベントが予定されている「琉球トラウマナイトの」うん、あの短編ムービーの撮影がありましたねどうでしたいや結構怖かったですねどういう意味怖いってあのホラー映画としてあ見る人の目線でってこと見る人の目線でっていうか、うん、やってる方ももんか本当に霊に襲われてる ような気持ちになったっていうかマジうん、えー、それはすごい楽しみだね楽しみうんあといろいろもう初体験いろいろしましたよ<お>今回なんすかあの結構大人な大人な芝居っていうか大人な演あのシーン大人大人シーン大人シーン <laughs> 大人シーンがあったわけ <laughs> 大人シーンがあったりはいはい <laughs> 初体験、初体験ね、まさに初体験っていうこれはいつぐらいに見れるの、このリスナーの人が見たいと思ったときに12月の中旬に中旬まだ確定はしてないらしいんですけど、どこだっけな、多分コザコザのミュージックタウンでイベントがあります、うん、その上映会みたいなあプチプチ上映イベントみたいな。うん、上映イベント もともと琉球トラウマナイトって今テレビ版もあるんですけどはい、はい、テレビの前にイベントからスタートしたもので、うんうん、あ今回やるイベントね、はい、はいはいはいそのもともと毎年やってるイベント版が、うん、今年は12月の中旬に開催されるっていう感じではい、はい、5五作品ああが撮ったのが1として一として他にも 4, 4作品合計5作品が,がその12月中旬に 今のところコザミュージックタウンで上映予定と、はい。予定ということですね。じゃあそこに行けば見れるってことね。はい、なるほど。僕もちょっとね、行きたいな。うんね、楽しみです。はい、はい。じゃあ、ゃあ曲のほうに参りますか。はい、はい。じゃあ、そのまま大丈夫ですかはい、どうぞ。Okay、じゃあ、曲、いきたいと思います。はい、えー、今聴いてもらった曲は、n a の「t h e ネ e n e s s です。 はい途中ねもう慣れないミキサーなもんでね、はい、あのー、曲がスタートしないというね <laughs>、えー、チャレンジが神からのチャレンジがありましたけど <laughs>、まあ、チームワークでなんとか乗り切ってねよかったよかったよかったーセーフだねセーフだね、うん、<laughs> はいありがとうございますコメント、えー、ここでちょっとあの読ませさせていただきます。はいいい、えー、まさみさみんから顔が見たいよっていうね、うんあのー コメントいたただきまし YouTube 等でねライブカメラで撮ってるものライブで撮ってるんですけど発信っていうのは YouTube の方でやってるのでもしよければそちらもね見ていただければぜひ時々僕らラジオなんですけど声で伝わらないことを言おうとして事故るっていうのなかなかの定番商品になってるんでねそうですね 時々じゃなくなって,るっていななってるので <laughs>、うんね、そこもあの僕らはレベルアップしながら、はい、画像での楽しみも同時に提供しながらいきたいですけどねホームページから、はい、ユーストリームでも動画生配信す、うん、あホームページから動画ユーストリームでも見れるそうです、うん、FM 那覇のユーストリームですねはい今ちょうどライブでだから流れてるってことですよね がじゃあさ美さんそれ見てくださいそうですねユーストリームに飛んではい僕の袖のここも見えますよ別に見たくないわってあそうだ昨日の話していいですかいいですよあの昨日友達っていうか知り合い先輩と一緒に 先輩のよく行ってるお店、うん、ワンウェイっていうあのバーがあるんですけどはい天物館の向かい側の道,道の数字のとこにもう分かりにくいけど <laughs> まあいいや、うん、天物の数字ねのとこにあって、うんはい、でそこに俺初めて行って初めて行ったんだ初めて行ったんですよ一緒に連れて行ってもらってめっちゃ行ってる体でい話してたのに,のに初めて初めてだったんだ、うんうん、そうそこのマスターが、はいあのー、超かっこいい人で。 はい、で俺今日そこで買った T シャツを着けてますはいバーワンウェイっていう T シャツ関連の話ですねお、はい。なるほど <laughs>、うん、いい感じ背中も見せたいけど後で回るね誰と話してんの <laughs> 誰と話してんの <laughs> 向こう側の人との向こう側の人と <laughs> はいなるほどね <laughs> 俺はもうそれを聞いてどうしたらいいか 一つも道はなかったけどねちょっと興味持てばいいんじゃないマスターのそうねじゃあ今度いいタイミングで飲みに行きますか行こうぬんぬこぬんぬこぬこじゃじゃぬこって言ったらんか意味変わってくるわ意味変わってくるからやめて行きましょうどこにいよあワンウェイにそうワンウェイに行きましょうワンウェイで行きましょうねワンウェイでなるほどね はいじゃあコーナーいーーっちゃういっちゃいますかコーナーね僕企画は考えてるんですけど、はい、名前まだ決めてないんですよ、うんはい、じゃあどんな企画じゃあコーナーの後に考えますかコーナー名は、ねはい、でリアクションとか俺なんかがやってて面白いなと思ったら採用でいきましょう、うん、名前をつけてしまうみたいな、ね。ははいはい,、はいはいはい そんな感じでっちゃいたいいたと思いますえ仮でじゃあタイトルしていいですかいいよじゃあ仮で日本語でいっちゃうぞイエーイまあ仮ですからね <laughs> もうポンコツの名前ですよ今のところねこのコーナーはコーナーの種は、はい、あれですよ世の中にもうどん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 、あのー、カタカナ語 横文字が増えてくるじゃないですか東京都知事しかり会話の中でものすごい横文字が増えてくると「イニシアチブ」とかね「よくわかんねえよ」みたいな「ヒエラルキー」とか出てくるのがそんな感じのしか出てこなくて恐縮なんですけどまあいろいろあるじゃないですか。でそれを純日本語に直したら何なのかと。あの これ聞いた話によると戦時中あの野球してる少年たちアウトとかセーフとか使ったらダメだったらしいんですよ、うん、あの敵国の,あの言語だとはい、はい、適正言語だからだめだとだから遊びの中でももう純日本語を使いなさいみたいな、うんうん、ちなみに政府は安全なんですけどさっき調たら。 そうなんですね。まあそういう感じで、まあ純日本語に直していこうじゃないかと、いうコーナーです。はい。はい。ちなみに、僕、うるま市が地元なんですけど。はい、よく、あの、なんか笑い話というか。はいはい、あの、まことしやかに言われてたのは。はい、あの、コーラーのことをおばあた、おバ、うんえーターは。黒水炭酸っていうよみたいな。<laughs> <laughs> なんか、そういう感じね。<laughs> うん、はい。はい。まあ、まあ、中国とかね、行く、うん。 中華圏に旅行行った際には漢字でね注文とかもなんとなく分かるじゃないですかんとなくねそんな感じですよこれ何のこと言ってんのかなみたいな何があるかなじゃあここにスタッフのセバさんにちょっとラインナップ上げてもらっていくつかあるんですけどパリピプレミアムフライデーカクテルインスタグラム iPhone カレー みたいなね、うん、まあこういう横文字を、えー、純日本語に直したら何なんだろうかっていうのがはいはいじゃあまず、うん、かわいいやつからいこうかわいいやつあの優しいやつ優しいやつカレーはカレーカレーなんかありそうじゃんーコーラだったら黒水炭酸でしょはははだカレーだったらえー、何があるかな スパイシーじゃじゃまずスパイシーがダメだからスパイシーダメかスパイシーダメやしスパイシーはダメかじゃあスパイシーは何なのスパイシーはあるじゃん香味香味香味あ辛味辛味辛味と書いて香味香味と読むあそんな感じじゃあ香味香味 飯上。<laughs> 米、米状。米状。香味,米状香味、香味、えー、米状 <laughs>。え、す、す、飲料水。<laughs> <laughs> カレーは飲み物って言うけれども。<laughs> 飲料水ではないな。飲料水ではないか。なん、むずいな。香味、香味飯え、飯上。 黄色液 <laughs> 液ってなんかもっとあけい黄色汁あい汁ああいいねあ固形液体じゃ,じゃどっちをどっちを固形液体じゃどっちを相入れないものが隣やってるやつ <laughs> 難しいな香味飯上黄色汁じゃないあー汁うん確かにでもスープに近いもんねカレーってうん ス,スープカレーもあるしそうだね、うん、でもちょっともうちょっとドロッと感を表現したいよね、うんうん、したいしたいシルートまではいかない知るトまではもっと固形感あるよね固形感ある感じでいきたいよねドロドロドロあんかけ <laughs> あ,あんあんじるあんかけのあんねあ,<ー>あ,あんあんがかり <laughs> <laughs> 飯上黄色あんがかり香味汁うん,なんかイメージができんなそれでは <laughs> でもこの漢字の羅列を、うん、あの中国のメシアでバーって漢、うん、字だけで字だけでもうイラストなしはい、はい、表現したら、うん、これですかって出しそうやな、ね、<laughs> 出しそうな, <laughs> <laughs> なんとなく想像を働かせればって感じまま <laughs> <laughs> <laughs>、うん、まあまあ、まあ まあ50点ぐらいですかね、うん、じゃあ次行ってみましょういろいろいきますかい,いろいろコメントもまずそう <laughs> <laughs> 確かにな美味しそうではないなな,い <laughs> なんかグー入ってなさそうだしな、うん、だそこを考えるのは、うん、また第二フェーズになってから考えますか <laughs> <laughs> まだねよちよち歩きだからそうそう,うん、うん、<laughs> じゃあ次なんか別のえーはいはい、テーマで、うんえー、iPhone, iPhone ね別名スマートフォンとも言いますけど手の中電話でああまあまあでもでもガラケーもガラケーもそうかじゃああいガラケー電話でいいやしってなりますもんねそうそう携帯と一線を画したスマホの登場っていうのをはいはい もうちょっと描写を入れないといけないよそうだねってことはスマートってことは紳士ってことかじゃあ紳士紳士 <laughs> お前のスマート紳士なの <laughs> 違うのあ振る舞いが振る舞いがスマートってことそうそうそうああ頭脳頭脳名跡 <laughs> 紳士電話ああ微妙微妙だな 名跡あれはえっとねスペックスペックって何あの日本語に直したら容量容量容量とかじゃない機能あっ多機能ああいいめっちゃいい多機能、うん、えー、はいパスパス <laughs> 多機能 <laughs> 多機能,多機能 滝の液晶小技はアプリっていうあれを表現してるんだけど、うん、小技電話、うん、ちょっとずれたなちょっとずれた、うん、滝の滝のせい 液晶ええーキッキでいったよはいじゃあお城さんお願いします睡眠時間奪いきああそういうアプローチもあるのかあなるほどねああんかすぎすぎるすぎるすぎるか滝の <laughs> 睡眠時間奪いき。奪いき。ああなるほどね。いいねいいね <あー S 1> いいねいいね。あはい。こちょっとここでコメント読みますね。はい、ミスチーさんから黒水ミズさんって言ったら昔沖縄のおばあに聞いたのがジュースのセブンアップを。なんて読むか知ってる？ててるえー、セブンアップのことをなん,なんて読むんだろう？七あがや。 七あがや確かにでもそうですもんね七アガヤ七あがや七七七うっぷうっぷ <laughs> じん何なのかよくわからないです <laughs> 七七七ビカールあがやなんかさっきの純選手みたいな感じになってますけど <laughs>、まあ、何なんだろう <laughs> なななんんだろうねなん,てなんて読むんすかセブンアップでコメントを待ちましょう、うん、はいじゃあね続いてもう一個ぐらい行ってみますかいきましょうここにないやつ量が思いついたやつでもいいですよ、まあ、残りパリピープレミアムフライデーカクテル、うん、インスタグラムとありますけれども、うん、何があ,るあれかな僕ね地味にはいあのー、思ったのが、うん、パンパンああ パンってはい、はい、中国の人たちなんて言ってんだろうと思ってはい、はい、確かに実はパンも英語じゃなくてオランダ語かその辺の言葉だわけ、うん、ポルトガルかオランダかその辺の英語だとなんて言うの英語だとブレッドブレッドとか<ー>フランスパンみたいなやつだったらバケットとか言ったりするけどはいはいはいパンか余談ですけどうん 英語でクロワッサンってクロイサントっていう。うん、へえ。余談ですけど。脱線ですけど <laughs>、うん。日本語にするからクロワッサンってなるってこと。マジかそういうの多いよな。パンってなんて言うんだろう、うん、思わんうん。小麦、小麦、やわ、焼き、丸 <laughs> <まる>。<laughs> <laughs> 何の丸 <laughs> <laughs> な,なんだろう小麦小麦焼きもち酵母、えー、<laughs> 麦酵母 <laughs> 小麦それは酵母小麦パンじゃないさ別こねて焼いて,、うん、ってっていう感じしないさ<ー>原材料感がすごいやつはい、はい、確かにじゃあえー、小麦 コネ、えー、小麦コネコネコネ小麦こね焼きもち <laughs> 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 もう訳わからんくなるな <laughs> これなんかせんべいのことなんか餅みたいな感じがついてるさはいはいはいあんな感じ <laughs> あ<ー>イメージパンでしょパンえー、なんて言うんだろうな これこれこれ,これ <laughs> 急に指示語入ってきたやし <laughs> <う>これえー、みんな <laughs> これえー、小麦訳 <laughs> <laughs> 分,分からん <laughs> 分け分からん誰もわからんやつ <laughs> 誰もわからん食べ物食べたいやついるやしみたいな、うん もうパッションでパッションでパッションで伝えるしかないこれねこれ小麦これ小麦つって小麦の後ろにびっくりマーク書かないといけないしそれ込みでそれ込みでね難しいなこれでもなんかバコンってはまるやつがありそうだねありそう探せば探すほどこれ今コーナーの種だからまああれですけど やっててなんか惜ししいでょストライクゾーンではないよねリスナーの人も思ってると思うけどこれれあはは逆どんなそれぞれが僕らが今言ったみたいな純日本語で表現してこれ何のこと言ってるでしょうかみたいな感じで残りの二人が回答者になるっていうやつ。いいね 今の出たのだったら「飯横飯上」「飯上」「黄色」「香味」「あんがかり汁」みたいなことを書いて「これ何のことでしょうか?」みたいな言って「あカレーだ」みたいな「世界」みたいなね「あいいねやろうじゃあ今度」なんかそんな感じ。 だったらもうちょっとねいいかもねで結構時間かかったさ今回なんか用意してきてそれを当てるっていう時間の使い方するそうだねかこんなグダグダこれやっててもねシンキングタイムが8割聞いてる人も早く喋ゃやれよってた思ったと思うんでそうそうそうまあね早めに世間にさらしてフィードバックもらってよりいいものを 作ね,ね、うんそういう感じで成長していきましょうそういう感じで成長していきましょう、はい、じゃあこれねコーナー化しようやろうやろう、うん、なんか面白そうだよね、うんうん、タイトルなですかタイトルえっとえー、タイトルまずタイトルを今みたいにやらないといけないんじゃないじ <laughs> じゃあじゃあ どうするか多数決で決めるみたいななるやしじゃじゃパッて決めてはい3二、一。21え言語変換ゲームということでそれでいきましょうじゃあ言語変換ゲーム近々コーナー化されますので皆さんお楽しみによろしくお願いしますはいじゃあ2曲目まいりますかはいそれでは聞いてくださいどうぞ はい、えー、今聴いてもらった曲は「銀天団の圧倒的なパワー」です、はいはい、インストなんですけどねコザ、うん、の,の銀天街から、はい、あの生まれたバンドで、えー、めちゃくちゃかっこいいんですよかっこいいねそうダブバンドっていうんですかねこういうなんかトリップしそうな感じ、ね、そうもうトリップ系俺が大好きなトリップ系の、うん <laughs> みみたたいいなな <laughs> 本当に絶対これのイベントとかに来てる人は滞在染めでしょ滞在染めいる絶対る <laughs> あのなんか絞り染めみたいな絞り染めで朝のなんか洋服を着けてるみたいなハ<ー><製>ッピーカルチャーのなんか、うん、そう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 レイブ好きだならみたいな絶対みたいな絶対そんな感じするわはいはいはい圧倒的なパワーでねはいえ残り 10分,10分ぐらいですけれども、はい、まあ駆け抜けましょう。はい、さあえ,ー、えーっとね僕、うん、あのまあどれくらいかな3日ぐらい前の話なんですけど、うんなんか思わず独り言出て、うん、結構なボリューム出ちゃったなみたいな時ないっすか独り言うん。うーん あんまないかなそんな経験。三日ぐらい前、もう俺今結構ボリュームある一人ごと出ちゃったなみたいな、思わず、そんな話なんですけど、あのまあ日付変更戦で、あのプロパンセブンのケータリンさんから、あの連絡いただきまして、まああのまあ褒め言葉をいただいたわけなんですよ。あのケータリンさんの作品出てて、あのまあ生徒は 稽古やっててコントとかもやりたいな今後ともよろしくねみたいな言ってくれてめっちゃ嬉しくてまあその業界でやってる大先輩ですよはいはい消えたりしてねわざわざそうやってメッセージくれたことがすごい嬉しくてよっしゃーって思わず言っちゃってよっしゃーってその時義母十次郎を赤信号待ちしてたわけですよ車運転してて窓開けてね したら僕の右反対車線にトンドーがあるわけですよ、うん、ラーメン屋さんがはい、はい、でそこから高校生が3名歩いてきててて、うん、1>, 1人はあの野球の部活帰りの格好してるわけですよ残りの2人はまあ自転車をしたり、まあ、制服だったりそのうちの1人がめっちゃその野球帽の彼がめっちゃ振り返ってるわけなんですよ。うんうんあ やばい結構なボリュームだからなんか誰かみたいな感じになってる感じだけど俺はもうすかさず助手席の方向いてふんふんふんみたいなこれじゃないですよみたいな感じで流しててでまたて彼の方向いたら彼が異常ななんか音聞こえたけど誰かなって普通、流すさでも彼はめちゃめちゃ探してるわけ。 一塁から二塁にリード取ってるぐらいの感じで誰か誰かみたいな感じでちょっと怒りも混じってる感じで探してるわけ読 <laughs>、うん、んだくせに誰かみたいな、うん、あ,あれと思って、うん、僕ふと気付いたわけですよ。多、はい、多分分ね、うん、彼のの名前はで、うん、ですそ <laughs> <laughs> <分>そうだよなでもその反応俺 <laughs> 思わず彼の名前読んじゃったみたいなことがあったわけなんですけど、うん、まあそんなこともありましたよ恥ずかしいな <laughs> それに似てるやつは俺もありますよ、うん、ありますあの車運転してるときって歌ったりするじゃないですか、はい、一人で、うん、で車の中で俺結構大きい音を流しながら、はい、結構大きめの本ちゃんぐらいの感じで歌うんですよ、はい、テンション高いとき車止めた後も車降りてるくせに その感覚が抜けずに車を降りて歩いてるときにも歌ってる時はありますサビのいいところだからいいところだからまだ歌いたいとまだ歌いたいっていうかもう車にいると思ってるから俺は降りてるくせにいつものルーティンだから普通に歌ってたら横の通行人とかに見られるっていうのはよくありますよくある結構ある結構ある最近特にあるな何か ある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 じゃないあるあるだよね。信号待ちで止まってて隣の車窓閉まってると思ったらめっちゃ開いてて急にボリューム下げるみたいなそういうのとかねあったりしますけどさあお時間あっという間ではい告知の時間に行きたいと思います。ははいいいいどうぞかからです はい、えー、今年も開催されます「演劇祭り日付変更戦 Vol.12」です。イエえー、11月の26日日曜日19時公演を皮切りにですね 12月17日までの約3週間の演劇祭りとなっております、はい、平日土日開催されますが、うん、平日は20時開演ですね、はい、仕事終わりに行けると、うん、で土日は昼夜の2回公演になっておりまして、うん、昼公演は14時 2>,、うん、2時ですね、はい、で夜公演が19時となっております会場は各公演の30分前、はい、で休演日が、えー、毎週の火曜日となっております火曜日うん あと月の日ですこれなぜかというとラストの 2days はアンコール公演毎回お客さんからアンケートで点数をつけてもらうんですねどれが良かったってその高得点の10作品が公開されるといわゆるアンコール上映ですねその準備のためにそのラスト 2days の1日前は休演日となります。 集計を取るってことですねそ,の日でそうですね、はい、まあいろいろ演出とかねまあそれを除き三、はいまあ、週間ぶっ通しですよ、はい、公演やりますので、まあ、絶賛稽古中でございます、はい、料金の方が一般千五百円中 小中高生500円、うん、6公演の投資チケット6000円となっております、うん、場所はおなじみの我が町の小劇場です、はい、お問い合わせは0988666118オリジンコーポレーション参加出演者または神田勢までご連絡ください、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいじゃあ僕から、はい、えっと12月19日、うんえー、20日の2日間 富士城市立中央公民館の大ホールにて、今年の3月にもあの上演がありました。演劇、演劇長瀞アイランド。映画と映画と演劇を掛け算した、掛け算した素しいスタイル。はい、演劇永瀬アイランドがもう一回やります。えっと再演、もう一回や再演があります。たぶんですけど一番伝わるね。はい。 ちょっとねストーリーもストーリーというかストーリーは一緒でいろんな演出とかキャラクターの人たちなんで半笑いなんですか半笑いじゃないですよ半笑いじゃない役者も何か変わったりとかまたの普段テレビとかに出られてる役者タレントだったりとかも今回参加してパワーアップした作品に 生ままれ変わったたので皆ささん見に来てくだい誰が出るんですかえっとね崎山和葉さんっていう僕も同じ事務所の先輩なんですけど出てくれますはいあとはもうおなじみの平良先生前回もおなじみのっていうか前回もおなじみのつけたらちょっとなんかダメだよねダメだよねもっといいもっといい枕言葉じゃないとダメだよなしでね今のおなじみのは なかったことにしてあの平晋先生があのあのでいいんじゃないですかはい特別出演ということで今回も参加させてくれてますはいでチケットが3000円一般3000円の小中高生は1500円となっておりますはい予約はまた僕のフェイスブックとか えー、インヘリット沖縄のホームページとか、うん、そういうので、えー、受け付けてますのでよろしくお願いしますはい続いて、はい、それと、うん、えっと僕がメイン、えー、キャラクターをつ務めてますラッキー自動車の、えー、レントアップフェアっていうのが開催されてるみたいではいそれの C M が CM が、ね、公開されて、ね、はいいろ,いろパターンがもう、うんね、ずっと流れてますもんねずっと何回も多分この年末すごい盛り上がると思うんで、うん、皆さん ぜひ見に行ってください。レンタアップフェア、レンタアップフェア、いつですか。これもう開催されてる。あ、今開催中。はい。場所は。場所は、えー、各店舗で。各店舗で。ラッキー自動車さんの。各店舗なのか、あ<ー>本社ですね。本社。本社。で。やってます。はい。南城市。まで行ってください。うん <Okay> でご製約,約のお客様にディナークルーズご招待っていうなんかプレゼント企画みたいなのもあるみたいなんであの泊まってる超でっかいやつかないいねいね、うん、いやいいですねはい,いぜひ皆さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいはい、お時間あっというまであの今日の放送も、えー、終わりに近づいております来週は3人でできるかなうん そうですね。はい、じゃあ、はい、ご消化ください。はい。また来週 7UP セブンアップ。よよ。